これもともとは人間の機械で治療器で慢性疼痛とかね、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流を良くしたり、皮膚病とか口内炎、そういうところにも当ててその炎症を沈める。あと食欲が落ちる子にはお腹なんかにも当てて胃腸の動きを良くしたり、呼吸が苦しい子は胸にも当てたりもします。で、まあ、メインはここだから、こことお腹に当てておきますからね。それとあとは観察の仕方を教えますから、体重とかうんちの数を観察、あ、さっき言いましたね、それをちょっと、それって検査の代わりだからめっちゃ大事なんでね、めんどくさいけどやってくださいね。はい、すいません、お願いします。止めてないよ、はい、今の赤い光がすいません、これがなかった、金石外線っていう赤い光ですね。今ちょっと言ったけど、慢性疼痛に使ったり、口内炎とか皮膚病とか怪我とか脱毛症、また消化器の機能が失ればお腹に、呼吸器の機能が失ればお腹に当たりします。さあ、そんで薬の飲ませ方で、もう夜だから A と B と両方飲ませます。で、お家帰ってからまた A 飲ませてくださいね、 B はもういいから。で、いろんな薬が混ざってるから飲ませる前にまずよく振る。で、下に薬が溜まってない状態まで振ってください。それでこちらも一緒です。よく振って溜まってない状態にして準備しておきますね。